心は姫。天水の桜姫、第8話の反応集&感想どうぞ。雪が積もっているな。鬼島も冬の季節でございます。寒い。季節感が真逆すぎる。真夏で豪雪をアニメで見るとは。屋根からの落雪、規模によっては死ぬやつ。それで生き埋めになることあるから気をつけろ。うるさいですね。ガキにあふられる桜姫様かわいい。雪合戦アニメか。なんだこいつ。原作通りセモリが未来砲なんて。腹から声出世。鉛が強いってところじゃないだろ。セモリが身ということは水神だよね。稲作にも関係があるのかな。大変盛り上がるオープニング来た。生き物ばかり兄様でないんか。まさかの令和の米騒動でタイムリーなアニメ。そういや最近なんか米不足とか言ってるし、今回のサブタイちょうどいいな。米に関する深刻な風評被害が。神の世界も米不足なんか。神様も米食えない状況なんだ。凶作の年に入ったのか。先週ラストのやつか。文字通りの闇米かな。食って大丈夫なんだ。危うい米って言われて食わされるの嫌すぎるだろう。後味が癖になりそう。違いのわかるおひい様。中毒性が付与されてる。やべえ成分入ってるのでは。まるで薬じゃないか。味変のブラックカレーか。前回ラストに心はように鬼が届けていたものですね。ブランド前に混ぜ物とかそういう話になるの。はっきりはわからないんだね。は、心は姫。心はよ、嘘だよな。闇落ちして速攻足がつく心は。先週心は姫の前に現れたのは誰ですか。青鬼のそそのかしに乗ってしまったか。やっぱ歯車背負ってるイメージなんだ。心は歯車は他の人にも見えてるのか。桜姫、切れた。さすがに桜様もかなりショックなんだな。親友だから疑わないとか桜偉い。話がわかる人たち。ミルテさんいつもの後押しからの潜入計画。バイトもそう思います。カイマルもそうだそうだと言っています。カイマル君は寒くないのだろうか。モブめっちゃかわいい。貴重な声つきモブ神様。しれっと潜入ミッション発生した。カルロスゴーンと同じ方法。身に紛れて密航は定番。どうやって入り込んだんだ。紛れてるの分かりやすすぎる。まああんだけ鬼に侵入されてたらいくらでも忍び込む方法あんだろとしか。桜様の成長っぷりがすごい。おひい様も大人になったな。てか変装はしないんすね。潜入開始。原作で出てきた仮面かぶって変装のつもりか。ゲーム感あふれるスニーキングミッション。メタルギア桜姫。やっぱりスパイダーマン。やっぱり桜姫は海原かわせなんじゃ。見回りがガバガバすぎる。キツネ面アニメになってきた。逃げ若とつながったな。日本語でオケ。アボどうなってんだよ。インチキ外国語。ボディランゲージで乗り切る異国人会。あれでごまかせるのかよ。仮面一つで騙せるザルケーディ。桜様くっさ。桜姫の大衆が。ズツキした。ジ、急に最終手段を取った。それはもう傷害事件なんよ。やはり暴力、暴力は全てを解決する。裁判な。生徒指導をめいた心はへの査問。嘘をつくな。心はが疑われてる理由適当だな。その警備に問題があったからとかその通りすぎる。気づかれた。もうカムヒツキ様にはバレただろ。犯人が自分じゃあな。カムヒツキ様、おひい様の存在に気づきつつ心は様に捜査をお任せになりましたね。悪い顔してやがる。やっちまいましたな。闇落ち心はちゃん。評判落とすために中毒性加えるのなんかチョイスがずれてないか。あら。出会い頭に抱きつくテレ東アニメにあるまじきシーン。犯人は目の前にいるんだよな。純粋すぎる。序盤の好き勝手が嘘のようである桜様。格好良すぎるだろ。惚れてまうわ。本当に他人を気遣える妖精長した。幼かった時の話か。なってきたユリアニメに。なるほどな。こういう紐付けが素晴らしい。一番辛い時にそばにいてくれた親友って一番いいな。しょぼんぬ。
歯車の大きさが幼少期と変わってね。寄り添う小さな二人がただただ可愛い。いたたまれなくなる心は。まあ歯車背負ってるやつにろくなのいないからな。主語がでかい。運ばれてる。強制送還されとる。心はちゃんどうやって箱に詰めたん。薬でも盛られたのかしら。心は姫、さくなに対してコンプレックス抱きすぎだろ。箱破壊。もはやからくり兵程度では相手になりません。また猿警備の責任問題が。強行突破ではろた。クワどっから出てきた。やむちゃしやがって。用意された部隊。大変なことになってまいりました。さくなの優しさが時としてまぶしすぎる。親友ってリアルじゃなかなか他人に言えない言葉よな。心は様の闇落ち、ダーク心はの誕生だ。親友という言葉に苦しむとか現実でも言いてえよ。ゲームっぽい戦闘イベントバトル。原作バトルパート行くぞ。ゲームだと結構苦戦する敵。ここのボス戦楽しいから好き。うお、まぶし。すでにだいぶ騒ぎになってるから。ガトリングだと物騒な武器だな。都の中で発砲はさすがに殺意高いっすね。容赦ねえなこいつら。カラクリ武神、原作より強くない。都が破壊されていく。大体回せばなんとかなる。あ、これも結構使ったな。サクナストラッシュキター出たないな。サクサッポー。デジタル放送に厳しい技。その恋の技強いね。威力はあるけど硬直時間が長そうな技だ。アニメ版ではすっかり究極奥義的な立ち位置になったね。まるでずっと RPG パートがあってレベル上げしてきたみたいだ。意外とバトルシーンもあるんだよなこのアニメ。あっという間に追いつかれた。白状した。逃げ場を自らなくして自白モード。心は嘘だよな。花田十喜脚本の人の心の闇要素。サクナ姫言われてるぞ。ボロクソ言われてて笑った。お役目に関しては一点もサクナ姫を擁護できねえ。初期サクナ様ほんとひどかったからな。泣いちゃった。愛が面倒くせえ。志村、後ろ後ろ。本当に燃えてる。急にコントみたいになるな。1話でも燃えてたよな。もっと早く気づけよ。アーモーめちゃくちゃだよ。爆発落ちなんて最低。ここからシリアスブレイクすることある。香ばしき匂い、2回目。いただきのよ、爆発起きまくっててくさ。流していた米もなくなったし、OK。よき爆発とかいうパワーワード。サクナ姫の言い分がくさ。あながち間違ってはいない。弁が立つようになったな、サクナ様。ひれ伏してると歯車が余計に目立つ目立つ。よっしゃ、心は姫には罰として全自動工作機を作ってもらおう。才能に嫉妬して強行とは辛い話だな。遊びほうけていたを自覚してるサクナ。事実でしかないからそうだねとしか言えない。めっちゃ成長してる。本当に器が大きくなった。永久追放きた。都に戻れないのはちょっと。人一人の罪をチャラにするのはそれだけ重い代償を伴うか。永久追放を受け入れちゃった。成長がすごすぎる。これにて裁判は平定とする。正直すまんかった。心はとも会えなくなってしまうじゃんか。これでお役目キープしても後味悪いもんな。米だけに。サクナから心はへの愛も重い。どうするってことは撤回させる気満々じゃん。カムヒツキ様、やっぱり嫌なのか。往生際が悪い。だだこねるな。決意が続かないのがサクナ姫よな。やっぱり来たか心は姫。よくそんな履物で走れるな。飛んだ。初めてはっちゃけた心は。全然届いてないの面白い。心は一本釣り。羽衣でキャッチして船に乗るとか。お前はどこぞのスーパードラゴンだ。お前も一緒に米作るんや。心は姫、鬼島に来るの。新しい仲間ができたぜ。米作りに心は参戦。これで機械が使えるぞ。なんでサクナ様が泣くんだよ。俺まで泣いちゃうだろ。ご家人のために泣けるサクナ姫に来ちゃうな。あらららら。チューしろ。ユリアニメになってきたな。やはりサクココ。サクココしか勝たん。雨降って地固まるってやつだな。
鬼島に来ましたわを立てよう。おひいさまは寛大なお方。天水の来まし姫。心根が貧しくて北条神なんて名乗れんわな。これが日本史上に残る最古の百合である。桜姫が女連れで帰ってきたぞ。鬼島の文明レベルがまた上がるぜ。ここがこの女のハウスね。雪の降り積もる真冬でも前掛け一丁の貝丸と貝ふばけもの。親友名乗り来た。言えたじゃねえか。心はの口からそのセリフが聞きたかったぜ。妻ですって言うのかと思った。自分で姫とか言ってるよ。これからずっと一緒だぞ。いい最終回だった。ええ、田んぼ燃やされてね。次からはいよいよ本筋に関わるお話のようだな。こういうドロドロとした展開からのカタルシス、さすが花田十喜脚本だわ。ライクじゃなくてラブだったんですね。来週から心はの汚い笑い声聞けるの楽しみ。親友つってんだろ。それをお前らはれ、だのゆりだの心が汚れてるんだよ。心はが仲間になるってことはからくり兵も仲間になるってことだし、戦力大幅アップだな。心はの背中の歯車が食台倒しまくってるの普段からあちこちにぶつけてそう。すごい邪魔そうなんだけど外せるのよな。戻るまでのお役目はどうするんだ。もともと桜姫もお役目サボってたんだし、別にいなくてもいいんじゃね。カムヒツキ様をかなり真面目な神として書いてきたから、ここでゲームのあの描写は難しいだろうなと思ってたが、予想通りかなり改変してきたな。ゲーム版だと保身のために一件を握りつぶして音がめなしだったのに、アニメはとことん毒を抜いて綺麗にしすぎな感もある。ゲームだと心輪は普通に許されて都にいるからな。後になっておひい様が泣いてる時に助けに来る。天水の桜姫第8話視聴させていただきました。ラスボスポジションかと思ったら全然普通に改心した心は姫でございますが、なんと鬼島までついてくる展開だったとは個人的にめっちゃサプライズでした。だってオープニングやエンディングでの全員集合応援にいなかったし、ネタバレになるからあえて書かなかったのか。なんかゲーム勢の人からするともっと後に合流するらしく、ここでの仲間入りは予想外だったようです。あとこの闇落ちぶりも結構マイルドになってるっぽくて物足りない人もいらっしゃったようですが、アニメ勢からすると全然違和感なく、ストレスもたまらない感じで爽やかに見れてよかったですよ。かなりのユリぶりも見せつけてくれちゃって、いやーやっぱりユリは素晴らしいでございますな。でも嫉妬心は別に消えたわけじゃないような気がせんでもないよね。それとも吹っ切れたんだろうか。まあ桜姫があれだけまっすぐな目で親友じゃって言われると嫉妬もなくなるのかもね。そもそも二人してしばらく追放って形なんだから、お役目も何もあったもんじゃないか。しかし皆さんおっしゃってるように、とのやつらザル警備すぎないか。あんな狐面でごまかせるとかさ、二人に罰を与えてる姫があったらもうちょっと警備どうにかしようよ。匂いで気づくど変態なやつもいましたが、 G の頭突き一発で KO するし、防御面もダメダメじゃん。ということで心は姫が加入してさらにはかどりそうな感じですが、機械ってことでトラクターとかで助ける感じなのかな。ここは一発神勝みたいなコンバインで農業しましょう。桜の節約にもなるし、次回からは農業の傍ら本格的に鬼退治にかかっていくんでしょうか。滑るものってことはいきなり鬼ボス登場か。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。